さっきと走るなら、うん、4点式あった方がいいんじゃないっていうコメント結構いただいたので、こちらですね。わー、いいなー。はい、サテルト製なんですけど、こういったニスモさんの、はい、いいですね。うわ、かっこいいですね。ブレないって確かに、まあ、走る面においてはかなりメリットがいっぱいあるなっていう、うん、思いますね、これ。わぁ、いい、いいです。ケイです。車のチャンネルです。ブーンさあということで本日、はい、本日もというか僕最近思うんですけどね、あのここから家に帰ってんじゃないかっていうぐらいね。確かにね。住み着いてる拠点という感じで、ねえー、はい、感じでございます。アピトートバックスのメテンさんに来ております。はい、もうねケイ君のチューニング BRZ 目の前に2人が立ってるということは、ね、今日も何かやるんですか？今日もやろうと思うんですけれども。何ですか今日は？まあ、まあ、最近本当、うん、サーキットとかに興味が出始めてきましたと。あのこの間ね、はい、こう一緒にねサーキットも行って、そうなんですね。あのもうレースにどっぷりこうハマらせようという計画を今私こっそりやっております。レース好きですから ね、で3点式のシートベルトで今普通に走ってるわけなんですけど、うん、まあ、さっきと走るなら4点式あった方がいいんじゃないっていうコメント結構いただいたので、うん、しかもね、あの、はい、結構プライベートでもね、うん、あのサーキットに行ってるし遊んでますね。遊んでるから、はい、なおさらね、そうなんですよ、ね、欲しくなっちゃって、また見た目的にもいいじゃないですか、うん、まあ、かっこいいですからね。ちょっとガチ感もあるしね、うん、やってる感もあるし、はいはい、はいはい、はい、あの商品選びにちょっと行こうかなっていうところ。あ、じゃあ、4点式を4点式を今日は取り付けようかなと。取り付けようかな、はい、なるほどなるほど。今日はぜひ取り付けに行くぞっていう感じで。なるほどね、うん、あ、じゃあそれをじゃあ今からもう選びに行くと。はい、スカッチだな、スキーもね。じゃあ早速行きますか。はい、はい、おっ、あ、めたということなんですけども、あの田中さん実際の話途中からになってますけどまだ初めてです、ね、初めてですか。4点のシートベルト、違う全然聞いてないですもん、はい、前の方とか。今やもう準レギュラー、そうですね、もうターナーに関しては準レギュラーでもう紹介しなくてもいいぐらいそうですね、もうね、うん、それぐらいの感じになってます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今日はね、もう、はい、うちの太っちょ松屋さんがですね固定したいと。あ、そうシートに、シートに俺を固定したいと。そうです、そうです。ちょっと縛られたい、縛られたい、そうです、縛られたい欲が出てきたっていうか、サーキット走行とかで4点ベルトが欲しいという、はい、うん、そうなんですよ。ハッピーさん置いてあるじゃないですか。はい、ある程度結婚でも目星がついてるんですよね。そうなんですよ、うん、もうはっきり言って昔からこうつけるなら決めてたメーカーがあって、うんうん、高田さんのシートベルトってやっぱりどうしても欲しくて、色とネーミングとかそういったのでの人気はありますね、うん、しかもあの BRZ ね、あの 300GT300 クラス、ね、うん、高田ですし、はい、そうなんですよね、結構 GTR、あ、BRZ だから、うんうんうん、もうちょうどね、いい。そう、まあ、田中さんも目の前にありますね。ありますよ、はい、そうですね、うちの方でも常に高田さんのベルトはこういった形で在庫させていただいておりますので、こちらですね。わー、いいなー。はい、こちらですね。あの、この商品はですね、そっちはジャパネットの方です。あ、置いた形で。あ、いい太さ、はい、お、いい、いいですね。これ3インチってやつですか。はい、そうです、3インチですね。熱いやつがね、はい、やっぱいいですよ。私最近サーキットとかでの走行会をハマってまして、タイムアタックとかしてるんですけど、そういう人にはこういった3インチのベルトが適してるんですよね。かつ BRZ には社外品のセミバケットシートも装着してるんで、これがまたね、相性よく走りの性能がより発揮できるかなと思います。高田のシートベルト、こうやっぱ昔から大好きだったんですけど、ついにつけられるということで、こんな近くで見たことなかったんですけど、こんなきめ細やかな網目してるんですね。こんな感じで、おお、うわ、どうですかこれ。いや、すごいハム感。ハムか、そっちか。やっぱレーシーになりますね。でもこれも4点だから、うんうんうん、ね、めちゃくちゃレーシー。肩ショルダーと、うん、腰で、ですね、うん、うわ、たまんねえな。もちろんね、あの行動走行はできない、うん、そうですね、4点はダメか、はい、本当にもうサーキット用に、うん、そうですね。僕ちょっと今気になったんですけど、うん、結構もうショルダーパッドも高田にしちゃえばっていうね。確かに普段ね、普段のやつね、街乗りするとき今ね、ケイ君のショルダーパッドもボロボロになってきたから、うんうん、確かにね、あの、そう、割とマジでそうなんですよ。スバルのやつね、ボロボロになっちゃってきてるから。これは3点式の、あ、そうか、使えるんですか。これは使えるんですけど、はい、そうですね、だから逆に言うと4点の方はこれは2インチサイズなんで、うん、3インチサイズじゃないんで。なるほど、はい、で本当に日常で、そうですね、日常でも、はい、まあ、こういった形でっていう時に行ってるか、そちらどういったんですね。これ、これね、非常におすすめなんですよ。でこれ2点セットでね、社長、そう、社長なんです、ね、本来は1点。他にちなみにどういうシートベルトあるんですか、ね、確かに、はい、これ気になってる方いらっしゃると思うんで、うん、結構色とかでも判断もあるんですけど、ウィーランズ、あ、ですね、
いな。これもいいな。こちらちょっとショルダーじゃないんですけどね、あの腰の方のバックルの方でこういう形で、はいはいはい、はい、ウィーランドですね。ちょっと前見としてはこちらですかね。ウィーランド、ベルト色で分かりますよね、どのメーカーのやつなんだっていう。じゃなんか逆にサベルト製なんですけど、こういったニスモさんの、はい、あ、いいですね。うわ、かっこいいですね。もう私大好きですか、はい、サベルト。サベルト、F1 好きはもうサベルト大好きですから、はい、こういったのも用意させていただいておりますので、はい、だからまあサベルトのベルトも、普通にこう売ってる今ちょっと在庫が、はい、うん、そうですね、在庫は、はい、ちょっとなんかやっぱりサベルトさんも人気があるので、はい、ちょっと今欠品しちゃってますけど、はい、それこそちょっと裏話するとね、企画がこう発注してすぐね、あ、そうでしたね、ね、うん、在庫はなかったわけですけど、まあすぐに発注いただいて、その週のうちに今、取り付けできてるっていうことですので、緊急で、右運転席を左席をって、うん、この腰のここのバックルの向きがあるんですよ、はい、ですからちょっと今ちょうど今こちらにあるのは左用シート用だったので、はい、まあ、そうやってすぐに注文して在庫があればという形で、はいはい、対応できますので、すごい、じゃあもう決まりか、キヤキ君決まりですよ、もう、はい、はい、ありがとうございます、お願いします。今キヤキ君が支払いをしてます。あ、ですか、近いね、くっついてんだよな、背中に。高田のベルトをしたということでホールド感あの、蒸れてて嫌じゃないんですか。すごい安い結構、まあ、シートベルトいいお値段はしますよね、やっぱりね。いいもんゲットしたぜ。安いポケモンのいいもんゲットしたぜ。ありがとうございました。朝もなんか逆に新鮮です。レジに立ってる田中さん、ターナーガチの接客さん即座に収集されてる。即座に収集欅町だった、欅町だった、あれで。体格にやっぱり合わせるんですか、設置するときも。ある程度は長さを合わせてあげて、あとはまあ、ね、要はショルダーのところに来たとき、ここの前側で引っ張ってここの長さ調整ができるんで、ただ機能的にはあんまり関係ないんだけど、ここにこう高田って書いてあって、はい、こっちの高田がこの辺に来ちゃったらなんかちょっと嫌じゃんっていう、うん、それを揃える作業を今、そうそうそう、作業終わったそうで、これからフィッティング作業に入るそうなんですけど、まあ、これどのお客さんもこうやってフィッティングをするってことですよね。そうですね、実際に最初の状態、とりあえず一番最初の、ところは僕らとお客様と話し合いながらハーネスの長さを決めていくっていう感じですね。じゃあ座ってみます。で、ドライビングポジションですよね。多分こんなもんです。これ以上立てちゃうと多分画面から考えて90度以上になっちゃうんで、あ、結構窮屈になっちゃう。そうですね。はい。ガ
初は緩く出してあげて、はい、まあ、後で締めてあげて、でこれで締めると、あ、じゃあちょっと締めます、刺してあげて、はい、自分でやるのこれすごい大変です。ただね、最初の位置だけ合わせちゃえば、うん、あとは結構慣れてる。最初腰の位置ですね、まあ、おへその上ぐらいにのバックルが来るように、うん、スライドレールを 1個だけ1コマ後ろにやってもらっていいですか。ほい、1コマ課長、この状態でギュッと締め付けて、はい、締めちゃってから自分をポジションに持っていけば発展締まるんで最後。すごいんですけど、きついですか。まだきつくはないです。これからかもしれないです。何が正解なんだろう。もっときつくていいかもしれないですね、うん、そしたらここの、まあ、この辺で調整ですかね。これを引っ張ると、はい、きつくなる。まあこれは両方と思うんです。はい、はい、引っ張れるものなんですか。あ、きつくなってるんですね、うん、これの伸びちゃうんですか。あ、でも、あ、変わった。あ、変わった。出てくる。で、その後にここの中にスポンジの入ってる、はい、広い方、これを下に引っ張ってあげると胸の、なるほど、肩の、あ、ね、わあ、すごいな、これこれっすわ。あ、縛られてる感があります。すごいもんだって。そうすると、まあ、このシートがね、まあ、セミバケットシートなんで、うん、フルバケットシートよりもちょっとホールドは弱いんですけど、うん、これで4点ベルトでこのシートにビシッと押さえてあげると体の振れが少なくなるので、まあサーキット走行とかでも体が動かなくなれば目線のが定まりやすい。振れないって確かに、まあ、走る面においてはかなりメリットがいっぱいあるなっていうのは思いますね。これはいい、いいです。よかった。これはいいわ。あー、こういう感じだ。あ、いい。これって今もう結構あれに調整されてるってこと。そうですね。ああ、そっか。緩くてもいい。僕も体験してもいいですか、ちょっと。いや、これ外すときなんですけど、あ、まあここでクリッと外してもいいんですけど、はい、そうするとここは短いまんまになっちゃうんで、はい、ほほほ、ここはまた、ね、はい、黒いストラップを上に引っ張ってもこの下に、この下のここを持ちながら、このストラップを上に引っ張ると、スルッと緩む。おお、なるほど。おー、緩んだ。すげえ。腰の位置のベルトっていうのは、はい、そんなに大きくは変わらないんで、うん、なのでこのままくるっと肩のベルトを逃がしてあげて、そしたら腰を横に逃がしてあげれば。なるほど。肩を先にやって腰を逃がす。で、降りられます。降りられる？降りられるでしょ。変わってないから、車は。そこは大丈夫。ちょっといいですか。いや、楽です、楽です。あ、本当ですか。ちょっと俺も。あ、これは安心感というか、あるある、ホールド感全然違う。まあ、もうちょっとね、俺きついとしても、うんうん、なんか本当一体感ありますね。三点式のシートベルトだと、はい、どうしてもブレーキングの時に、うんうんうん、左側の肩って押しやすいです。はいはいはい、左の肩を押さえる。はい、なんでこっちに行くのを体で押さえようとしちゃう。はい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 、こっちに行くのを押さえたいんだけども、まあ、右足は踏ん張ってるし、なったら手腹の操作もしたいしっていう、はい、ところになってくるのが、ピタッと押さえられるって体の方が、うん、各操作の方が集中できるというか専念できるよ。すごいな、これ自分がかっこよくなったら気になれる、うん、このアイテムのおかげで。しかも機能性はもちろん抜群じゃないですか。サーキットで走る上においてはもう必須と言ってもいいぐらいの。いや、これはいいわ。さあ、ということで、はい、4点ベルト見事につきまして、めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ良かった。あのバックルの銀もまたいいんですよ、ね、光ってて、うん、緑にこう銀色ピッてこう光って、あれはレース好きは興奮しますね。あれはたまんないです、これもケイ君で、はい、より走り、そうですね、これからもあの走行会いろいろやっていこうと思ってるんで、うん、ポテンシャルを発揮してくれるんじゃないかなと。だから実際走った後感想をね、またしっかりと聞きたい、ね、また、はい、はい、よろしくお願いします。ということで、今度は良ければいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。 SNS のフォローもお願いします。はい、またご覧ください。バイバイ。